はい、皆さんこんにちは、クーガです。今回なんですけれども、以前投稿した室内撮影の写真が思いのほか好評だったんで、そのちょっと少し変わった、まあ、違うやり方ですね、その違うやり方のレタッチをしていきたいと思っています。でどうするかっていうと、この、多分前回かな、前回そのやった時に、ブルーの座標っていうのをマイナス20からマイナス30ぐらい、多分マイナスで撮ってるんですよね、多分。だから、だいたいオレンジと水色、アクアが目立つような色味になってると思うんですよね。まあ多少ですけど、この辺で調節はしてると思うんですけど。で、まあ一応その動画は概要欄に貼ってあるんですけど、今回やる内容としては、この逆にブルーを、いつも多分左に持ってってるんで、今回は右側にかなり寄せてやっていこうと思います。で、右側に寄せた時にどういう雰囲気の写真になるかっていうのと、その後のキャリブレーション、他のレッド、グリーンの撮り方っていうのを中心にやっていきたいと思います。もちろん RGB カバーしっかりやっていくんですけど、前回の動画ではマットにしていたので、今回はマットにしないでやりたいと思います。で、後々コントラストを上げるっていう、まあ、最初からの狙いで6、マイナス60ぐらいで大丈夫です。で、早速やっていきます。今回は、そうですね。で多分今自分がなんでこういう風に、なんだろう、トーンカーブを撮ってるか、トーンカーブを撮ってるかっていうか、 RGB カーブのポイントをこういう風に撮ってるかっていうのは、多分、RGB がうまくいかない方へみたいな動画を作成してると思うんですけど、その動画である程度、解説してあると思います。今回はそこをちょっと省略しちゃうんですけど、ぜひよかったら見ていただきたいです。まあ今回はいい感じにできてるんじゃないかと。はい、少しイエロー気味に寄せてます、今のところですね。まあ、ムラはないと思います、多分。うん、全くないですね。で、そのまま先にトーンカーブ、仕上げに。で、撮り方としては、今回は、カーブのシャドウを落として、ハイライトを少し落とすイメージですね。結構この撮り方、自分がする撮り方の中でも多い撮り方ですね。これやらない人は多いと思うんですけど、試しにやってみるのもありかなと。はい、まあですね、見てるのはこの黒レベルの潰れ具合ですね。少し潰してあげてコントラスト出すって感じですね、今と。で基本音声で調整してあげるって感じですね。でハイライト、あ、コントラストなんですけど、さっき60ぐらいから下げるって言ったんですけど、この撮り方してる場合は基本的にマイナス100からマイナス90ぐらいですね。で、ハイライト。これはそうですね。今回は上げ目で、そうですね。20ぐらいかな。うん、10ぐらいですよ。マイナス10ぐらい。で、黒レベルを上げてあげます。黒レベルがだいたい60。で、後からそのポイントカーブを少しいじっていくんですけど、苦手な方はもう先にやってあげてもいいと思います。例えば、自分の場合は今回ダークを上げて柔らかさを出して、シャドウ、を少し下げるですね。これでコントラストをつける。シャドウっていうのは本当に暗い部分がしっかり暗くなるってイメージなんで、このシャドウじゃなくてダークを下げた時のこの全体的な暗くなり方っていうのはしないので、こう安全に使えると思います。15ですね。で今回は多少ハイライトとライト、こちらも落とします。でそこから基本音声ですね。さっき言ったようにマイナス10ぐらい。で、シャドウを少し上げますかね。
60、65、20、もうちょっと下げてもいいかな。これでかなり肌の色、肌に色が乗っちゃってるのがわかると思うんですけど、これも今からしっかり補正していこうかなと。いいですかね。はい。で、テクスチャー明瞭度、これはまあ後でやろうかなと。で、HSL。で、今回はこの肌の色に、まあ、Photoshop とか使ってあげるとすごく楽にできるんですけど、今回は普通に Lightroom でやるんですけど、レッドの色、これをオレンジの方にします。これで少しだけ、あの、影にあるレッドの部分がオレンジ側に寄ります。で、オレンジ。これは、まあ、多分みんな、これ右に寄せるんじゃないかな、みたいな予想してると思うんですけど、今回はこれ左、マイナス20ぐらいですかね、します。その理由としては、ここ、キャルブレーションを右に持っていったときに、イエローの色にが少し強くなるから、っていう理由ですね。で、今回イエローはそのままグリーンの方に、オレンジから色を離してあげるイメージですね。いやー、どうしよう。いや、イエローもオレンジ側に寄せます。今回色を結構統一させていこうかなと思います。で、グリーンも、イエロー側、マイナス20ぐらい。で、アクアとブルーはもう離れている色なので、いつも通り、この本棚の色とかと相談しながら、少し色を変えていけばいいかなと思います。で、このパープルとマゼンタなんですけど、色が分かりにくい場合は、サイドを上げてあげれば、少し違いが分かりやすいかなと思います。それでも全然ないですけど、これも統一感出すためにレッドの方に塗っていこうかなと思います。これかなり赤いですけど、全然問題ないんですね。で、レッドのサイド。これは今回サイドを、少なめにしていくつもりなんで、マイナス15。で、オレンジもマイナス15から20ぐらいですね。で、イエローはマイナス5ぐらいで大丈夫と思います。で、グリーン。これもあんま変わんないんですけど、まあ、マイナス15やってる、みんなやってるんで、マイナス15、マイナス15みたいな感じでいいと思います。まあ、最初にここでやってあげてもいいんですけど、自然なサイドとかサイドで。今回その作業しなかったっていうので、結構落としてる量は多いと思います。はい。で、次、レッドですね。で、レッドの基礎なんですけど、この中でイエローとオレンジとレッド、まあ連動してる色なんですよね。で、特にオレンジっていうのは肌に当たっている色なので、少し上げてあげるといいと思います。上げてあげすぎると少し明るくなりすぎるので、そうですね、25ぐらいでいいと思います。で、レッドを上げると、少し唇の色とかが上がりすぎちゃうと思うんで、まあ上げない、もしくは下げる。上げたとしてもプラス5みたいな感じでいいと思います。で、イエロー。これも、まあ、周りの全体との明るさを見ながらですね。まあ、オレンジが上がっているので、少し上げてあげて、明るさを寄せるってイメージでもいいと思います。グリーンも同様ですね。アクア、ブルーも同様で。全体的に今回は上げています。で、キャリブレーション入ります。で、今回なんですけれど、シャドウ。これ、大体いつもグリーンの方に持っていくことが多いんですけど、どうしようかな。どっちもいいんだけど。そうですね。いつもグリーン持ってってるんで、今回はシャドウマゼンタの方にプラス7、結構大きめに取ります。で、これでかなりピンク色になってるんですけど、まあこのままでも、まあ別に悪くはないんですけど、ちょっと今回、種子があって、ブルーの座標を右に持っていくってことで、がっつり持っていきます。プラス40で。で、こうなった時に少しイエローがかってしまったじゃないかって思うんですよね。で、なんでここで色を変えるかっていうと、ここで色を統一させてあげてるんですよね。色を統一した後に、ブルーでイエローの方に寄せてあげるみたいな感じにすると、少し色の付き方が HSL だけ使うときと少し変わります。これなんか少しっていっぱい言ってますね。で、次に、まあ、グリーンですね。これもまあ取り方的にはまあいろいろあるんですけど、今回は普通に振り切ってプラス100で取るか、70ぐらい、まあ、この間を取っていいと思います。今回90、まあ、80ぐらいにしますかね。で、まだ少し赤み、ピンクみが残ってるってことで、このレッドの座標を右に寄せます。どうですかね、この45ぐらいかな。はい。いいと思います。45ぐらいですかね。これは40ぐらいですね、全然。で、グリーンの座標が、80、75ぐらい。レッドもう少し持っていきますね。50ぐらいかな。で、他の動画で説明したことあるんですけど、キャリブレーション、このブルーの座標のサイドを上げてあげて、全体的なサイドを足してあげます。その後に、もっと足してあげて75を取ります。で、
肌の色に近いオレンジ、レッドの側の色をガッツリ抜いてあげます。全体的な色はそれでも下がらないんですよね。中心、真ん中を中心として色が下がっていくので、これはかなり調整しやすいかなと思います。で、マイナス30で、グリーンの座標がマイナス10ぐらいですね。はい、こんなものですかね。いい感じだと思います。で、この明暗別色、明暗別色補正かな、これで、少し、なんていうかな、色をさらに重ねていって、海外っぽくじゃないですけど、まあマットなイメージ、マットまではいかないんですけど、なんて言うんだろうな、印象的な写真にしていきたいと思います。バランス今回80で撮ります。で、色相なんですけど、今回肌の色に少しハイライトの青い部分が乗っちゃってるんですよね。シャドウも同様に。なんで、あまりこれブルーの方に持っていくと肌が青くなっちゃうかなと思うんですよ。なんで持っていく場合は、今回はイエローが色ですね。で、少しグリーンを乗せようと思います。100ぐらい。プラス5。シャドウ、今回もかなり強めに出上げるイメージですね。45。で、これを、薄色なんですけど、前回確かバイオレットの240あたりだったかな。なんですけど、今回は普通にブルー、ブルー側を振っていきたいかなと。これで少しイエローなイメージになるんですけど、コントラストが足りてないかな。はい、グリーンを乗せますね。イエローでいいかな、90ぐらいかな。はい、バランス80でいいと思うんですけど、ハイライトが乗りすぎてるかもしれないので、少しプラス3ぐらいに戻します。シャドウはもう少し乗せてあげてもいいかもしれない。50。はい、45かな、40かな。割と乗せました。で、少し写真にメリハリがない、コントラストが足りてないと思うんで、ハイライトを少し落としてあげる。そして、露光量も少し落としますね。で、必要に応じてシャドウか、黒レベルを上げていく形ですね。それでもコントラスト足りないなっていう時は、もうこのコントラストを上げてあげてあげていいと思います。はい、いい感じですね。で、今から、とりあえずテクスチャー最初に落とします。プラス5で、明瞭度は今回、どうしようかな、下げますいや、上げようかな、上げよう、いつも下げてるんで今回は上げます。で、霞の時期も少し上げて、ディテールをくっきりさせてあげます。多分、今回結構上げても、そんなに、悪くなるのかなと思います。はい。今から仕上げに入れていきます。とりあえず、この被写体を除いた周りの場所を暗くしたいので、暗くっていうか、コントラストをつけたいので、今反転してるんですけど、この状態から、結構この黒レベルを落とすのをよく見ると思うんですけど、自分は、シャドウですね。シャドウを落とすことが多いです。なんでかっていうと、黒レベルをプラス10落としたときと、シャドウをプラス10落としたときっていうのは、暗くなる部分の範囲が違うんですよね。黒レベルだと結構ガッツリ全体的に暗くなっちゃうんですけど、シャドウだと暗いところを本当に中心とした場所が暗くなるイメージですね。なんで、まあ、バランス取りたいって人はシャドウと黒レベルを両方取ってあげるとかでもいいと思います。今回は、シャドウとハイライト落として周りを暗くして、コントラストをシャドウでつけてあげます。そうですね。で、今回見たらわかるんですけど、かかってる部分がこれぐらいなんですよ。で、もう少し、ぼかしをこれぐらいとしたら、もう少しかけてあげたいなって思う人は、いいですかね。ブラシ？このままブラシを使ってあげれば、簡単にかけれます。こんな感じで。本当に簡単にかけれます。で、あ、戻っちゃった。で、露光量を上げてあげれば、だいたいそこだけ落ちてるんだなっていうのがわかるんで、問題ないかなと思います。はい、で、次は、グラデーション2ですね。これでだいたい周りをさらに少しずつ暗くしていきます。この時に黒レベルを自分使うことが多いですね。
で少しやっぱ明瞭度上げても上がってますね。上げなくていいですね。上げた方がいいですね。ぼかしを大きくして違和感をなくしましょう。はい、ここから。で、これで周りが暗くなっている印象になっていると思います。うん、いいんじゃないでしょうか。あとは本棚とかに明瞭度をかけてあげれば、ハイライト落とした明瞭度をかけてあげれば結構気にするかなと。ドアライトですね。上部の目立つ位置とか、シャープかけてあげるのもいいと思います。多少変わってるのは分かるかな。少し周り暗くしすぎたかな。まあでも今回あれやってないんでね、なんだっけ、周辺光量補正ですかね。今回は前回の動画と違って少し赤みより、イエロー、黄色側に寄せたような色になったかと思います。で結構今回、いつも言ってる内容を割と端折ってきたんで、なんか質問等あれば全然してくれ、していただけると嬉しいですね。でちょっと粒子欲しいです。個人的な好みですね。感じですね。プロファイル補正は今回つけてないですね。つけた方がいいですね。じゃあいいでしょう。はい、今回の動画は以上となります。何か質問等あれば DM 等で受け付けていますので、いつでもお越しください。よかったらチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。次回に動画は明日になります。ありがとうございました。